が本当のカメキだよ。もちろん兄さんなら間違えるわけないよね。カメキなんていう弟はいません。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。いまいち覚えてないんだけども、多分この位置におるおって、ここでやめとるってことは次ここに入っていくってことよね。おそらくですよね。赤い鍵、大きな赤い鍵だ。開いた開いた。んで、奥にも入っていけるけど、とりあえずまっすぐ。え、びっくりした、進めんのかと思った一瞬。なんだお前は。パラレラー様の言いつけにより何人たりともここを通すわけにはいかん。パラレラー、お前のような怪しいやつは俺が痛い目に遭わせてやる。パラレルワールドってことかな、パラレラー。中ボス的な感じか。どうしようかなぁ。まあ、ハンマーで行くか。ナイス。そしてピンキーアタックでいっかな。いけい。よしよしよし。え、なんか結構弱いっすね。え、マリオたちの攻撃を受けない？なんてことやってくれてんだ。え、ちょっと待って、じゃあ奥の君でいいよ。先にあっちをやっておくべきだったか。あ、ミスった。まあどっちにしろ避けられるゲームあれか。攻撃力は別にそんな高くないんよね。こいつは？こいつの方が高いんか。体力どれぐらいあるんやろうな。ハッピー。え、さっきも回復した？こう、奥の敵が攻撃できんのよね。仲間変えるか。え、誰やったら届く？ポコピーいける？あ、もう姿見えるようになったんじゃない？あれ？おいー。おいー。せっかくなくなっとったのに。あれ弱いな。じゃああと君だけだね。まあどっちにしろ何もできんけん。適当に。くそ、まだダメか。これさ、防御力を無視してみたいな攻撃あるやん。あれやったら当たる感じ？それともこれは防御力関係なく透明になっとるけんダメなんかな。よっしゃ、これでもうお前を透明にするやつはいない。あれ弱いな。あれ二人とも弱かったな。お、なんだ。あ、あれ鏡の向こう側か。なるほどなるほど。ってことは結局こいつ、なんで二人おるん？こいつらやっつけていかんと奥を進むこともできんってことなんや。ここは倒産。倒産と言ったら絶対倒産。通りたかったら俺を倒していけい。倒しますよ。なあ、増えてる。めっちゃ増えてる。やだ。フラワーポイントも使っていくかな。え、ちょっと待ってね。とりあえずお前を倒す。体力そんなに多くないってことが分かったけんね。乱れ投げ。間違えたー。間違えたー。あ、これ2体に増えたらきついな。何それ、強い攻撃もあるやん。何それ、回復できるんすか。やめてよ、聞いてないって。
おっしゃー、でもやっつけたわ。もうここから1体ずつでいいかな。とりあえずね、確実にやっつけてこや。なんなの君ら、攻撃力固定なの？両方いける？片方だけか。ってことはとりあえずこっちを。くそ、もういけたかと思ったのに、まだいけなかった。はい、よしよし、1体ずつ確実にね。君の攻撃はその4で確定なんすか？だいぶ重いんだけど。仲間を呼ぶとかないよね。大丈夫？当たらなかった。ちょっと上すぎた。あ、きついきつい。これいける？あ、よかった、いけた。よしよしよし。まだおるやん、やめてくれん。え、回復する場所とかってあったっけ？次は君を通さないって言ってるだろ。あ、こっち側には何もないけど、あっち側に扉があるね、今度は。お前を通したりしたら、パラレラー様に怒られてしまうじゃないか。パラレラー様に怒られないためにも、お前なんかやっつけてやる。君は一体何を守っているんだい？いや、増えてる。これさ、フィールド上にあるハートの回復でもさ、ここも回復してほしいよね。マジで。星の降る夜行くか、力を抜いていくか。いや、力を抜いての方が大事かな。とりあえず力抜いてもらおう。うん。1体ずつ1体ずつ増えていくのやめていただきたいわ。よしよし。まあ、とりあえずね、これで乱れ投げでもしとくか。最初に何度も弾く。 OKOK。 なんで1攻撃あるんかと思ったけど、あれか、全員4のやつや。やべえ。全員4のやつや。怖ー。なるほどね。あれやん、攻撃力下げといてよかったな。ちょっと早く人数を減らしたい。とりあえず透明にするやつ、透明にしたり回復したりするやつね。あとはこの3体か。まあ全員同じ攻撃力ってことやけん、前から順番にやっつけてこ。よし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 。これレベル上がったんじゃね？おっしゃ、いいぞいいぞ。どうしよっかな。どうしよっかな。レベル上がったけど、全部増やしたい。ってか全部増やしてくれ。マジ全部増やしてくれ。あ、でもとりあえずあれや、どうかな。HP にしとくか、50にしとく。よし、 OKOK。 これで HP が切りよく50になった。さあ、じゃああっち側に当たって、どこで入っていくの？こっちからしか入れん感じ。あっち別に切れ目なかったね。じゃあこっち側から進んでいきましょう。
なんかスイッチがあるな。一応扉があるけど、あ、開かんのや。これを押したら開く感じ。回転した。え？ってことは、なんだ？あれか？違う違う違う。パレッタじゃなくて、カメキか？え？斜めには飛ばせない。待って、ピンキー？かな。この爆風で、え、無理じゃね？もうちょいこっちとか？あ、それか歩いていく時間があるけん、ここで、こういうことか。おー、回転した回転した。おかえりピンキー。ピンキーここで大活躍やんね。よし、進んでいくぜ。イエーイ！ついてこないで。こっちと向こうで敵が違うな。ねえ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 、そこのさ、宝箱が欲しいです。あ、いい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 。逃げる逃げる逃げる。なんか後ろの指示役、ちょっと色変わってなかった？あれどうやって行くんやろ、向こう側。行けんくない？ん？連れてる相方が違うし、なんか私より先に進んでいく。なになに？同じことをやればいいってこと？カメキか。いけい。なに？え？ん？なんかめっちゃ増えたよ。ルイージ。マリオくん、私が本物のカメキだよ。もちろんわかってるだろうね。あ、またそのパターン？マリオさんや、わしが本物のカメキじゃよ。あとはみんな偽物ですぞ。どこがカメなんよ。マリオさん、俺っちが本物っす。わかってるっすよね。これだね。わしゃ本物のカメキじゃぞい。カメキじゃぞい。まさかわしを疑っとるんではないじゃろうの。なんか今回前回に比べて、より一層、化ける気がないのでは。僕が本当のカメキだよ。もちろん兄さんなら間違えるわけないよね。カメキなんていう弟はいません。こうなったらマリオくん、偽物だと思うやつを片っ端からぶん殴りたまえ。それが良さそうじゃの。兄さん、僕以外のやつを思いっきりぶったたいてやってよ。いや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 。おじいさんを殴るのは気が引けるけども。わしが偽物だと見破るとはなかなかのものじゃの。いや、全員誰一人として騙そうとしてないと思う。そ、覚えていろよ。あれ？叩けてない？ふみゃ、よくぞわしが偽物じゃと分かりましたの。ふみゃ、かわいい。チェキショー。化ける気ねえだろ。むむむ、マリオくん、よくぞ私が偽物だと分かったね。そりゃそうだよ。ではさらばだ。兄さん、僕が本物のカメキだってあれほど言ったのにひどいや。意味がわからねえ。なんてね、絶対バレないと思ったんだけどな。どういう思考回路ですか？よくわからないんですけど。やったー、大正解っす、マリオさん。やっぱり俺っちのことちゃんと分かっててくれたんすね。感激っす。多分マリオじゃなくてもわかるよ。で、この先に、お、進んでいけるんか。扉をぶち壊してきてくれたけん。手前もなんかいける感じ？